はい、ということで新キャラ3体のイラストが解禁されたんですが、もうとにかく可愛いと。やっとね、諸葛亮以来のもうこの可愛い系女子キャラになるんで、もう半年前かどんぐらい経ったか分かんないんですけど、もう久々のね、可愛い系ということで、左側から孫ロイクで、真ん中が孫露伴、そして右側が寛平となってます。でも個人的には一番左のロイクが一番可愛いかな。もうまあロリッコが好きな人はね、この露伴が好きな方多いと思うんですけど、まあ個人的には左かな。まあ、ロイクがなんかめっちゃエロそうだし、まあ、個人的には一番好きです。で、面白いのがね、この寛平に関しては通常ガチャで出るんで、このね、差別化がね、まあ、圧倒的にまあこの人気どころの女子キャラが限定キャラで、通常枠がこの男ということで、もうまさにね、まあ、そうだろうなと思います。まあ、このイラストがね、解禁されて、ああまあ納得だなって思います。もうね、もうそりゃそうだなと思いました。で、今のタイミングで女子キャラで強いキャラが追加されるってなると、もうまたね、この女子パっていうのがさらに強化されていくかなと思います。で、このどちらかの2体がもしね、回復機能を持ってたら、もうかなりやばいと思います。この SP 損傷庫とね、一緒に使うってなると、もう回復機能がついてることによって、それでね、気力の回転速度が上がるので、この2体のうちどっちかがね、大元気みたいな回復性能を持ってたら、かなり、また女子パがね、活躍してくるかなとは思います。で、ここに来てまた女子パの強化かってなると思うんですけど、まあ、これはね、仕方ないと思います。もう今までね、女性キャラというの全然出てなかったので、まあ、やっとね、待ちわびた女性キャラなので、まあ、たまたまね、まあ、SP 損傷庫の女子パと被ってしまって、まあ、女子パがね、かなり強くなってしまうっていう可能性あるんですけど、まあ、そこはね、仕方ないかなとは思います。またね、この3体の性能が発表されたらいつも通りね、1体ずつ解説はしていくんですけど、まあ、現状はね、もう絶対貫突します。まあ、この2体ともね、女の子2体ともは絶対ね、貫突しようと思います。まあ、絶対強いんでね、もう強いっていうか、もう可愛い時点で貫突決定かな。まあ、諸葛亮もね、もう見た目の時点で貫突決定だったんで、まあ、この2体もね、貫突決定かな。もう速攻で貫突すると思います。まあ、この見た目でね、弱いっていうことはまずないと思うので、もう多分強いと思います。まあ、性能はね、めちゃめちゃ楽しみなんですけど、まあもう本当にね、数日したらすぐね、性能発表されると思うんで、まあ、それをね、また動画は別で撮ります。で、今ね、これが自分が使ってる女子パなんですけど、その新キャラのどちらかがね、もし火力を出せるってなったら、もう雷帝を抜いて完全なるね、女子パが作れるかなとは思います。もちろんね、まあ、この雷帝の方が火力は多分出せると思うんですけど、まあ、限定 SP なんで、まあ、こっちがね、強いとは思うんですけど、まあ、この見た目で楽しむっていうのもね、踏まえたら、もう完全なね、女子パを作るっていうこともできるので、まあ、かなりね、楽しみです。で、もう一体誰を変えるかなんですけど、まあ、性能わかんないけど、まあ、長生になるかな。まあ、雷帝と長生外して、その新キャラのね、2体を入れるかなという感じかな。まあ、この王元気とね、細分岐諸葛亮は多分外せないので、まあ、変えるとしたらこの2枠になるかなとは思います。もうとにかくね、性能が楽しみなんで、早く性能を知りたい。もう性能さえ分かればね、まあ、なんとなくこれとこれ外したらいい感じかなというのが分かるので、もう性能が楽しみです。ということでね、もうやっとね、女性キャラの可愛い新キャラが出るということで、まあ、これはね、まあ課金する人は結構増えるんじゃないでしょうか。ということで、ご視聴ありがとうございました。ちなみに、タンクパーティーいろいろ作って試してたんですけど、今のところまだボツです。なんかね、ちょっといろいろ試してたんですけど、まだボツになってます。まあ、いずれね、もしかしたらタンクパーティーあげるかもしれないんですけど、まあ、今のところボツです。はい。